意外とまくいこうなってトン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 ,トン,トン,トンハ,ーハーフハーフの三角ウス,ウス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 スス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 ス <laughs> 動画あとさ大かまで16個置いてるわ希少マジで希少いなああ希少なあ大かまああっああすげえヤクツヤクツ

もしよかったら、まあ、同盟って形でちょっと、まあ、拠点抜,きと抜く時とか俺としてはメリットはぶっちゃけ感じないんだけどその同盟に関してソルダムチームに勝つっていうところだけをフォーカスするんだったら組むしかないと思っててでぶっちゃけ俺たちはソルダムチームにボコされてるからそこに勝ちたいのよ目的は多分一緒っすよそう目的は一緒だから勝ちたいんですよ とにかくあそこちょっとどうにかしないともうヤバいんで。そうですね。それは俺たちも持ってたから。止まらなくなっちゃうんで。激しく動いします。<laughs> はーい。ハルトラサ。ハツフルパだな。 マジでトロちゃん泣かしたくねえんだよ俺トロちゃんマジで泣かしたくないの。ちょっとね、みんなに聞いてほしい。今からトロちゃんには無断でトロちゃんとの DM 公開します。昨日寝る前に、下さん今日はありがとうってきて、悲し、悲しくさせちゃってごめんねって送ったの。そしたらトロこそ感情的になって困らせてごめんなさい。頑張りますってきたの。 で、次の日起きた時に、マジでタルクフやって大丈夫だよ。いろいろ気にしすぎないでやり、やりたいことしてって送ったら、ラストやるよこのままじゃ終われない。トロね、関わってる人と、そのリスナーさん全員が面白くて楽しい配信にしたいのね。えー、敵も味方もね、だけど昨日はそうじゃなかったから、ストラス見ててよかったって全員に見て思ってもらえるように、これからも頑張るねふぅー <laughs> <すぎー笑>破壊力やばかったマジでで俺そこで LINE 下手くそなの分かっちゃってなんか出ちゃってさ分かったしか返信できなくてちょごめんねトロちゃん文章下手くそで分かった丸で返しちゃったごめんその返信が一番厳つくさ めっちゃ冷めてるやつだと思われる冷めてねえ俺この DM 見た時マジで感動したんだからごめんねこういうんか LINE とか DM とか下手くそなだけだから許してまして次回建てる拠点は絶対これより小さくしよう <laughs> まず絶対そうしよう なんでそれでもさ愛してたのマジで何の流れか知らないけどその話そういうのは別のルートで知,知るだろうから他の配信であったことは言わないようにしてください今後そこら辺の線引き難しいけどね 俺が配信してる時に他の配信がダブってたりするんじゃんで、そこの配信のことを言うのってなんでって感じするから俺もそこは別にいいかなって思ってたんだけどよくよく考えてみたら一番何でって思ってるの視聴者なんだよね他の配信者がやってんのに俺の配信を見に来てんのに他の配信者の情報が入ってくるっていうのは、まあ、俺同う,うの話じゃないっていうのが最近分かったから 視聴者が面白くくなないいことを俺はしたくないんであとはおやめくださいまあ多分一生湧き続けるだろうけどねまあ、一生切り続けるしかないですねでも悪気がないんだと思うあんまりまあその話を知っちゃったからそうだけどわあ一番最初にレイドをした俺の戦い方がマイルドすぎたってのはある宣戦布告をしてまあ本当にプロレスチックに よし、つぎきたのかな俺が。結構やっぱり、バッチバチレイドして、毎日レイドが起こってみたいな、カウンターレイドしまくってみたいな。本来のラスト寄りのラストが第2回は特にしたかったんだろうけど、第1回のちょっと風潮が、まだ第、なんか第2回で変わったっていうのが視聴者に伝わってなくて、それで多分切れてる。ストリーマーサーバーやがみたいな。多分そうではない。俺の、俺の見方をすると。 まあ、あと、まあ、配信しょうがないけどね。ぶっちゃけ。一人一人がなんか、その見てる配信者が主人公の物語だから、それがいきなり殺されても納得いかんよな。え、なんでそうなるんみたいな。ラスト全体の流れを見てるっていうより、その一人の個人の物語を見てるから、コナンくん見てたらいきなり虐殺されて、エンドみたいな。<laughs> めちゃめちゃ推理とか、 しまくってる作品でそのの主人公のシーンが交通事故とかなんか、それだとさはってさなるやんなんんかそんな感覚。そう、理不尽な終わり方に見えるから、特にこのゲームは理不尽な終わり方に見える。なぁと思って宣戦布告をしたんだけど、まあ、それがちょっと、どうだったのかなとは思うけどね。俺的にも、なんか、ソルダムさんに第2回目でやられたの、それはおかしいやん、みたいなふうには思ってない。 昨日のトロちゃんの話はまあトロちゃんの意見であって俺たちの意見ではないんだよねその話をするとトロちゃんはまあこのラストっていうゲームをぶっちゃけ理解はしてなかったかトルダムさんがラストをしただけなんだよねそういうプレーをする人が叩かれてもしいなくなっちゃったりっていう流れが一番良くないんだけどそれはさっき言ったようにラスト全体の流れが見えてないんだよね その配信者らが主人公の物語を見るのが配信って普通だからまあこういう流れはしょうがないのかなってなっちゃう俺はラストサーバー全体の流れを見ながらなんかそういうこところを考えながら見てる視聴者の少なんてに決まってるからムッとなっちゃうのかもねえーオッケー。なぁノーはトロリースの皆さんノーです ザミジャパンと言います。とろらさんと一緒にやらせていただいております。建築を担当してます。今回第二回ストリーマーサーバーです。では。とろちゃん、楽しくやってましたか。今日。あの子、泣かせないというモチベーションだけが。俺の今ラストをやってる理由なんで。あ <laughs> <laughs>、死んだ。 来ました。いや、やば、これかまどの量。全部使っていいんですか、これ。全部使っていい。まじかよ。やべえな。<laughs> いやー、でも嬉しい。みんなは笑顔にできてる気がする。限るんじゃないか。これが自分ちって考えると、みんな。やりたい方だぞ。 思う存分使ってくれスタさんこれさうん今何割ぐらい適にしてるあ多分半分いくかいかないかぐらいあ今ね TG 見たら2万5000ってなってたんですよあ<ー>あ1日ね、1日 <laughs> これ何 ?5 万ってこと <laughs> 多分多分3万5000いくかどうかだと思う、うん、1>, <laughs> 1日

俺もコメントで聞いてそれ配信燃やされて、撤退してったらしいから、俺たちのこの拠点どうするってなってるから、とりあえず完成させて、ヘイント買いまくって、どう終わらすかっていう。<laughs> ピリオドの仕方が分かってないぶっちゃけ第二のね終わり方前回と一緒じゃ終わり方前回と一緒じゃ世界を敵に回すのが多分正解一応トロちゃんがあのんか今日書き初めしててそうなの書き初めに何か「世界征服」って書いてある目標僕の抱に合ってるじゃんちょうどやんそうだからま世界征服うんそう それは悲しそうただ俺あのー、スタンミに勝利をって書いちゃったんだけどそっちはかなわなさそう叶わ <laughs> ないだろうな叶わ <laughs> ないだろうな <laughs> <laughs> いやこれもうなんかセーフゾーンに張り紙とかしたらいいんじゃないのこれも <laughs> あっか俺つどれつどえ、つ、あ、ど、のー、えれれどみたいなまるまるんちに <laughs> 何々拠点を襲撃せよみたいな報酬はは <laughs> <laughs>